番号27番。あんた気が付きそうだったらこれメモしておく。あっと思うかもしれない。なんかかけた人手を挙げた。今マーク入ってきてる。今マーク。でも多分違うと思う。はい、じゃあ2番目いくよ。
両方とも2、1の位は私はいつも授業するときに3つの視点で作っています。一番やりたいことは何だったかということがはっきり一言で言えること。今日私が一番やりたかったのは計算の決まりを見つけて、そしたら次に広げてみるところに楽しさを見出したいというのが狙いでした。2つ目の授業を見る視点は、じゃあそのために子どもがどんな動きやつぶやきをすることを望むか、それを予想しておくことが私は授業作りのポイントだと思うんですね。3つ目は行き当たりばったりじゃダメなんですよね。その予想をするために先生はどう手立てを打つのか。研究授業で一番大切なのはその手立てがうまくいったかいかなかったか、いかなかったらどこに原因があるのかっていうのを探ることだと思うんですね。今日こちらに来てくださっている方は地元でね指導案を作ったりやられているときに、うちの授業の形態はちょっと違うとか、そういうのがあると思いますから、そういうのをご意見出していただければ、真似しろって言ってるわけではなくて、その部分で話し合いができて授業を見て語り合えるのではないかなと思います。計算を一つずつ確認させる、習熟することと決まりをこう見つけることと、まあ、小出しにしたからやっぱり結果的に時間がかかったんじゃないかと思って、要するにこの白いカードであるやつを全部一気に出してしまえばですね、ある程度時間の節約ができたと思うし、共通する属性も子どもが見やすかったんじゃないかなと思うんですけど、それぞれの見方があっているし、そういう見方が一つあると思いますね。時間が足りなかったんだからなんとか食べてるっていうかね、それが授業を見て語り合う。私の意図は間が空いてるところで考えさせたいんです。ここ何ていう数が入るっていうのが一つのミソだったんですよ。いざとなったらこの真ん中を聞くとそこが分かる。どうしてっていうとこの今日やりたい一言が出てくるかなと思ったんで、とか今みたいなのはもういつも子供によって違うんですよ。それがまあ授業研究だと思いますので、今日見てくださった方が判断していただけるとありがたい。子供が決まりを見つける上でどういうふうにこう考えていくことを促したかったのか、またそこでより多様なあの見方をしてほしいと思ってそういう発問をしたのかということと、この一斉の学習の中で子どもが今日何を学んだかっていうところをどこでこうはっきりさせるのかっていうところをちょっとお話ししたいなと思います。今変化を必ず見出しましたから、1個増えて1個減るとかね、ただあのカードを最初引いてる段階ではあんな貼り方なんて無視しとけばね、和が1の位が和が10とかっていうのはパッと出たのかもしれない。それからこの問題の苦しいのは、なぜって答える材料が少なすぎるんですね。3年生では、4年生では面積で説明ができちゃうんですね。これをこっち側に持ってくるとここが3になってちょうど10になるんですね。今日流星君っていうのは筆算で繰り上がりが200になるっていうのはここの部分を言ってたんですね。3年生で筆算がよく分かってるな、これで説明させたいな、4年生以上だった。だけど3年生だと面積図っていうのは習ってないからアレーズになっちゃうと思うんですよ。その先生の今日の狙いとしては、
例えばこの21つかけ21つで、そういう決まりを見つけるっていう、そういう行動表に載せておきたかったのか、それともそういう足して、50になるっていう、そういうふうにして、なかなかその決まりが見つけられないぞ、いつでも使える決まりが見つけられないぞっていうふうな状況も想定して、されたのか、そこをお聞かせください。我が50って気づくだけでもすごいと私は思ってたから、我が50は当然いると思うし、我が50よりはできたらパッと見つける決まりの方に行きたい。でも我が50は当然出てくるだろうから、我が50って出てきた時にはダメになる、判例を挙げるっていうんですが、ダメだっていう一言を出したい。先生が子供たちに考えてくださいって言って、自分にノートに書いたり、先生にノートを見せて説明していた場面が、やっぱりそこが転換点じゃないかなと思って、先生の方からお聞きしたいと。自分の意見を持って、また分かんないっていう自分を持って参加する、話し合いに参加することは私はすごいいいと思います。しかも分かったとは1回友達に言ってますから、2回言うことになるからその子は理解が深まる。だから友達で聞いたら、分かったことは人に言いたくなるんだから言わせてあげる場を作りたい。人から聞くだけじゃなくて、聞いて分かったら伝える。なるべくみんなが動き回って喋り合って、その中でじっくり考える場を作る。どうして6になるの、なぜ6だか分からないけどっていう2つの言葉が私にとってはとても大切なつぶやきだったんですが、今日はそのここまで聞こえる大きなつぶやきだったんですが、それはカットされたような気がするんですが、その意図を教えていただけたらありがたいです。1の位はパッと分かる、6っていうのも分かる。でもあそこなんで6になるのかなって何人かつぶやきましたよね。本当に子供に寄り添うんだったらあそこ付き合うことが必要だったかもしれないですね。本当に今日はどうもありがとうございました。Today, we saw the lesson of new ways of calculation. What impression do you have about this lesson, Dr. Arukami? This is a remarkable lesson because it's not around procedural knowledge only. It's about procedural knowledge and it's about conceptual knowledge. The teacher is leading the students to discover the rule that when you multiply two numbers, 20 something by 20 something, when these two numbers add to up to 50, you can create a rule, 600 plus the multiplication of the two unit digits. And the students seem to produce the rule by themselves. The students seem to do much more than that. They seem to produce counterexamples to the rule, meaning they are looking up for numbers beyond the range of the 20s and producing a counterexample for the rule 31 times 19. So they are constraining the rule. And the students are beginning to produce interesting explanations. Towards the end of the lesson, there is one student that explains why the hundreds of the results must be 600. It is interesting to listen to the teacher explaining to his fellow teachers about his rationale for the lesson, about his being aware that the students don't have, certainly not algebraic tools in third grade, but not on, but they also don't have area models to explain what they have found. And he seems to be very aware of that, and that he explains how he intends to continue the next lesson in order for the classroom to reach together an explanation for the rule and not remain at the formulation level of the rule. So in that sense, this is really remarkable. It is pushing the students to a high level of thinking. It's not remaining at the procedural level, it's blending procedures of multiplication with conceptual knowledge and yet making the class very interesting and fun for the students. Thank you very much.